って1本だけ欲しいの。スカイリアとはまた作っていいよ。大丈夫かよ。じゃあ先行こう。キンウィングマンあったよ、つまり。キンウィングマン？うん。要は気になったよ。オッケー。うい。浮かびたい人はいるかい？今回の CR カップ2人が絶対倒したい人誰？フガッチは倒せない、ね。二次三次を消します今回。二次三次誰消したい？特に。ワッチ。ワッチはまあやるとして。ラヒム。あのなんだっけ？二次三次2人いるチームとかあるよね男の子。フワ君とエクス君が一緒か。ああそうだね。EBO も倒したいな。いいね。そこじゃあそこだね。じゃあ狙うのはね、キャラってきなこさんってことだよ。そう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 。そのきなこさんは無視して他の2人を倒して、きなこさんを3対1で倒す作戦でいこう。他の2人だいぶリフトまで飛ぼう。これシャキズ君も倒したいんだよな。あー川瀬さんのところだね。あ、ヨルミさんとシーシーも一緒だよ。あの、シスコさんだ。え、敵いるやん、それ。あれ抜ける抜ける抜ける。もう一回入って。私らがジャンプマスターだよ、ニュータ。昔を思い出すね。クーちゃん、ソーちゃん、カーちゃんで呼ばれることにしようじゃ。でも、クズ入るからそんなダメージなさそうだけど、それ。いや、お前は母親になるんだぞ。ダメージあるだろ。全然気になんない母ちゃんって言われても。しかも高青年の。それが定着されたらどうする。でもちょっと嫌だな。ゾロちゃんでブロックしたか定着される前に順番に。母親だもんな。母ちゃん定着嫌だな。ソウちゃんはあのソウくんと間違われそう。確かに。そうちゃんって僕もよく読んでるし。中にいないよ。あ、引いたんだよ。ちょうどいいよ。かなかなが一番ポイント持ってるから。確かに確かに。俺たちが。ああ、別のブルハだ。もうなんなん。なんなん。